写してね、ちゃんと。ありがとうございます。なのにマスクしてない。同じ。ご無沙汰しております。そうだね、ああ、去年のあれ11月え、そもそも知らない、なんか一人でそっちにいる。いやいや、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。試合の強度にトップスピン、ここにあるかトップスピンでしょ、上位30年前 の開幕があってお二人で立っていただくような、登場していただくような一部入ってますので、はい、これを一冊でもうそのまま読み上げていただいて、はい、あ、そうか、クロワ戦でやられたのも僕です。まさかだよね。そこをネタにしていただけたらなんで、はい、自分は、はい、そのいや、すごいよね、何度見ても今見てもやっぱりあの時もびっくりしたけどさ、いや、すごいわ、あのヘディングもすごい。すごいよね。二度とできない。だって世界的に見てもないじゃない、まあ、アリソンが去年決めたぐらい、ね、この頃はですけど、まあ、日本だと初めてって言われますし、ね、はい、あれでそのまま次、あれが準決勝で、次決勝でも昇格できたので、はい、取り上げていただきましたけど、あれで昇格できなかったなと思って、はい、あれでは、いやいや、これ、ネクタイ締めるシーンは取らなくて大丈夫。誰も需要がない。皆さん喜ぶ。喜ばねえだろ。喜ばねえだろとか言っちゃった。ちょっとこっちに入れそうだからステップして。今 どうすか。バッチリ。いやどう。はい、さっきよりみんな長くなりましたよ。いい、後でちょっとチェック入れてもらいます。いやいや、どうもどうもご活躍で、これからもますますよろしくね、はいはい、久しぶりやってよかった。どうも頑張ってね。ありがとうございます、はい、どうも、久しぶり。でっかくなったかなんか横、いや、こっち横はもうないけど、もう元気で、どん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 なんか半分ぐらい混ざってない。タツイキさんかはちょっとテープが貼ってあるんで、後ほど。タイムです。すごすぎる。改めまして、久保初彦選手、おめでとうございます。おめでとうございます。大阪対横浜 F マリノス、40分、中村俊輔選手のゴールです。山形、後半延長2分、山西紀弘選手のゴールです。拍手を迎えてくださ
しいですね、お三方並ばれました。ベストゴール受賞されたお気持ちは？いや嬉しいです。で、そりゃそうで、あれ何メートルありましたかね？いや、わかんないけど。わかんないけど入っちゃった、はい、いや、あれはどうですか、あのご自分で自信はあったんですか？自信っていうか、まあ打ってみようかなと思って。いや、狙ってるって言ってました、さっき僕聞いたんです。狙ってたというふうに。で、その時のゴールキーパーがなんと、あちら、山口さんだ。なんかテレ気味ですかね。テレてらっしゃる。ではないけど、久保さん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。やっぱり、ファン、サポーターの方と、あのメディアの方々が、投票して、評価していただいて、本当に光栄です、はい、投票してくださった、サポーターの皆様、メディアの皆様に感謝したいとともに、当時のチームメイト、はい、クラブスタッフの方々にも感謝の思いはありますね。このゲームのもうすぐ翌週が昇格プレーオフの決勝戦だったので、もうその日だけ浸って、はい、翌日からは次のゲームにという切り替えてました。やはり練習でっておっしゃってましたけども、はい、僕の場合は練習で一回も決まらなかったです。本番でしっかり決めに行くっていうのが、はい、あんまりしないですもんね、ゴールみたいな。でもう本当に多くの素晴らしいディフェンダーの方がこの J リーグ30年の中で、はい、いいプレーをしてきてくれていたので、まあ、自分が選ばれるとは思っていなかったので大変光栄に思っています。そうですね、やっぱりあの J リーグ、先ほどもありましたけど、開幕した時に自分がピッチに立てていたというのはもう格別な思いでしたし、まさか日本にプロリーグがサッカーでこう飯を食っていける時代が来るのかと思っていましたので、その開幕戦というのは本当に一生忘れられない試合です。はい、皆さんこんにちは、中村健吾です。本当にそうそうたるメンバーの中の11人に選んでいただいて、またミッドフィルダーの選手も本当に素晴らしい選手がたくさんいる中で、あの僕自身入れていただいて本当にあの嬉しく思いますし、誇りに思っています。僕自身は、まあ、中学校1年生から J リーグが始まって、それを見て、育ってここに入りたいと思って、で現役に、ちょうど10年 J リーグが10周年の時に入って、はいはい、でそこは18年やって、で、まあ、引退して、まあ、いろんな活動させてもらってるんですけど、まあ、本当に僕は J リーグに救ってもらって育ててもらって、っていう選手なので、これからこの賞を励みして、恩返ししていきたいなというふうに思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。